皆さんこんにちは、かえでです。そして小上穂プロです。よろしくお願いします。本日は多摩のゴルフクラブに来ております。ゴルフ君って言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近ちょっと動画もちょこちょこ出てるんですけど、はいはいはい、今日はですね、もう本当小賀さんにいっぱいレッスンの動画であったり、うん、プロバトであったり動画撮影させていただいてるんですけど、はい、ちょっと視聴者の皆さんから、うん、いくつかやっぱ質問が来ているので、はい、ちょっと今回僕が代表して、うん、ちょっと小賀さんに質問をぶつけさせていただくので、はい、それにお答えしていただきたいなと思いまして、はい、今回の質問が、うん、公開は年明けだったんですけど、うん、阿部桃子さんにアイアンのレッスンしていただいた時に、うんうんうん、あの時は薄い薄いっていう、はい、薄いよっていうあたりが、うんうん、っていう話で、楓ちゃんもやったパンチショット、うん、このインパクトを作るっていうところをやった時に、うん、前のターフを、イメージというか、うん、ボールの先にティーを置いてこれを飛ばすくらいこう、低く長くっていう、説明もあったと思うんですけど、うん、ちょっと離してね、はい、ちょっと離してそれに当たらないぐらい、これをやっぱり打つぐらいにはその練習すると若干フォローはやっぱ長くなる。これを僕らがイメージすると多分手だけ出ちゃってなんか右に飛んでっちゃう、うん、なんならシャンクしちゃいそうですとか、うんうんうん、で僕もいつもこうレッスンの撮影した後、うん、やりたいと思って打ちっぱなしで行くんですけど、はい、なかなかっていうところがありまして、多分シャンクとか右に行くって、はい、おそらくやっぱ体がもう切れてないと思うんですよね。もう手だけ行っちゃってこうなったらもう絶対シャンクなんで、低い球が出ちゃいそうみたいな。トップでしょ。トップですね。でもトップの方がいいと思うんですよね。私はダフリーより絶対トップの方がいいと思うんですけど、本当のトップでしょ。だからそうですね、150ヤードのクラブで170ヤードぐらい行くみたいな本当のトップですよね、はい、だそれっていうのはやっぱり手が戻ってきてないんですよね。押せてないし、うん、でもやっぱボールの真ん中ぐらいから入れてもらう感覚がないと押せないんですよ。ボールの下ぐらいに入っちゃうとそれともちょっとダフリなんですよね、私からすると。なるほど。でもやっぱ今のクラブってソールも分厚いし、はい、そのボールと芝の間ぐらいから入るような入り方でも球は上がってくれるし、むしろなんかそっちの方がクラブが仕事してくれるっていうようなクラブになってきてるから、あんまりこう真ん中からっていうイメージもなくていいかも、はいはい、ああ、うん、僕自身がその視聴者の皆さんの通りにできてるかどうかわからないんですけど、うん、一回ちょっと僕がその低く長くのやってみようイメージ、はい、やってみますので、はい、ちょっと見ていただければと、うん、はい、はい、思いますので。でもやりたいことは長く出したいってことよね。そうですね、例えばここにボールがあった時に、うん、本当にこのティーくらいこうぐっと本当にいつも小賀さんがおっしゃってるそのティーでいいのこんぐらいはいった方がいいんじゃないですか。そうですね、これをイメージして、うんうん、ここまで行くぞって思うと、うん、もう今もちょっとこのそう、ね、シャドウの動きがこの使い方がやっぱ違うんだよねっていうことですね。じゃなくて、はい、ヘッドが出ていかなきゃいけないのよ、こうやって。あ、なのにみんな手をこうやって出そうとするのよ。これはシャンク。そうですよね、うん、じゃなくてここまで、はい、じゃあ上げるでしょ、はい、インパクト来るでしょ、はい、でインパクト腰切ってでこっからみんな手がこう出ていくでしょ、はい、じゃなくてだいたいこの辺から出てちゃダメです。ここからこうなっていく、じゃあ 手が出るんですよ、じゃなくて、はい、こうなっていかなきゃいけないんですよ、極端な話。あー、全然違いました。そうすると絶対右行かない。もうでもその塩梅っていうのはもちろん、はい、もう自分で掴むしかないんだけど、はい、これねもう本当みんなに言えることなんですけど、はい、大体の雑誌が、はい、PGA の選手写してみんなこうなってんのね。ここなんか こうですよね。あの人たちはもうここの強さも尋常じゃないし、はい、そっからの持っていき方とか体の使い方なんてもうできるわけないじゃん私たちが、はい、なのにみんなこのイメージ持ってんの、はい、そう、そんなの絶対右よ、もうむしろシャンクだから、はい、上げて上げるでしょ、ゆっくり上げてゆっくり下ろしてきて体使ってゆっくり、そう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 、こうだ、こうでやってこう、手が出ない、あ、そう、こういうことか、うん、そうで、こうじゃない、そうじゃない、こう、そうしたら向きも一緒じゃん、ほら
めちゃくちゃいいじゃないですか。そう、体めっちゃ使いますね。めっちゃ使うよ、すごい使うよ。だから誰も使ってないんだって体。ちょっと一回あの僕普段の、うん、何もイメージしてないものと、うん、今のちょっと僕が勝手に考えてた、うん、その低く長くをちょっとやってみるので、うん、一回ここからまあ普段通りだと、うん、まあ、こんななんかいやでも多分もう今言っちゃったから、はい、ああやって戻ってきたけど、はい、だ今のはすごいいいの。あ、本当ですか。ただ返しすぎ、返しすぎっていうのはあるけど、はいはい、で今度僕も打ちっぱなしで、あ、小川さん言ってたなと思って、うん、ここまでだぞと思って、うん、こんなんかめちゃくちゃいいじゃん。これめちゃくちゃ今良かったですね。だからいいじゃん。もう多分この意識が変わっちゃったから。イメージが変わりました。そう。これがいつもだと、うん、多分手だけ出てちょっと右パンとか低くなんですけど、もう今全然手出てない。今なんかすごいいい球出ましたね。うん、そうなの。だから本当にね、もうその、はい、インパクトのイメージ変えるだけでやっぱ全然変わるから。はい、じゃ今の音とかはちょっと僕的には固め、ちょっと薄いでしょ。はい、薄い、うん、薄いのは分かるんですけど。うん、それでも全然悪い球ではないっていう。全然悪い球じゃない。ああ、ちょっともう一回。うん。うん。もう十分じゃない。はい、もう一回やりましょう。はい、構えて、はい。はい。ここまでは持ってくる。はい。上げて上げて上げて、ゆっくりですよ。ゆっくり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 。ゆっくりでインパクト、そう、ここから出ないもん。手返して。そう。これがもう最高じゃん。勝手にすごい残ってて、残るじゃん。でここだって全然耐えれてるし、もう一回やりますか。はい、分かるでしょ。はい、上げてこうですよ。はい、ゆっくりゆっくりゆっくり、右足上げて、右足上げて、そう、ここ戻す、そういう感覚。本当プロの写真で見たことある形になりました。でしょ。もう目線が全然違いました。うん、このプロの、特に男子プロの写真をこう、うん、見るとみんなこう、うん、なんかこう覗いてるなっていうのが、だそれを、はい、目では見てるんだけど、はいはい、自分はこうなってる。そう、うん、でこれは人それぞれ違うよ、はい、もちろん筋量も違うし、その自分の、ポイント、はい、インパクトのポイントも違うから、もちろんちょっと誤差はあるんですけど、基本的にはこの形は一緒。でも PJ の人たちはちょっとまた全然違う。でも来るからちゃんとここには絶対。この帯をこう手でなんかなぞってくイメージに、うん、違う、もうそんなの手出ちゃってんじゃん、ね、からだから。そんなことしたらもうシャンクよ。これ返してここが長いんだよってことです。でそこでここで耐えるからここが長いんだよってこと。あー、でこれ流したらもう意味ないよ、はい、これ流したらもう全然意味ないでしょ。手だってどんどん離れていくし、ここそうここの長さを言ってんのよ。そういうことですね。そういうこと。これ伝わってほしいですね、視聴者の皆さんに。伝わってほしいでしょ。ゴルフね、やっぱね、本当に難しい。伝わんないのよ、見てるだけじゃ。自分がやんないと。そうですね、この低く長くっていうのが、なんかもう手だけでこの低くこう、なんか。それでやったら低く長くなるじゃん。手が出てってんだから。はい、はい。でも出てったまんまでこう。でも出てってるかも全く意味ない。あー、なるほど。ここからの、ここからの。そういうこと、ほんとここから出ないで。うん、そう、その長さ、その長さ。こういうことですね。だから言っても本当にこのぐらいの長さなんだけど、これがやっぱ長い人はもういくらでも調整できるし、はい、もうちょっと今もやってるけど、イーチヒさん、私はもう一番長いと思ってる。アイアンはね、インパクトゾーンが、インパクトゾーンめちゃくちゃ長い。小賀プロが長いっていうことは本当に長い。そう、私大体あの練習場でチヒさん見つけると、はい、大体後ろで練習してたから、はい、チヒさん見るとやっぱすごいイメージが良くなるから、あの人のインパクトゾーンは多分もう本当に長い。低く長くが分かりました。うん、で一回押そうよボール、はい、じゃあこうやってゆっくり上げて、はい、インパクト来て、でしょ、で手出ないでしょ、で押して押して、ほら押せるじゃん、ほら押せるじゃん、押せるでしょ。押せますね。でこういう風に飛ばせばいいから、こう、そうでもやっぱこう今までのイメージがあるから、こう出ようとするから、そうですね、ちょっとこう来ちゃうんですけど、こっから、はい、はいはい、戻してきて、そうそう、で押せるじゃん、ほらほら、ヘッドが出ていくじゃん。ヘッドが出ていくじゃん。はい、だから手が出ていくんじゃなくて、ヘッドが出ていかない。これって、こう、ちょっとやっぱ、もちろん返さないと戻ってこない。でも、はい、返すイメージはなくていい。体切れば手って絶対返るから。うん、そうじゃない。ここまで。
とで体切って切ってそしたら手が来るでしょ。あ、そうですね。で帰っていくでしょ。でだってくっついてんだから、手と体、手と体が離れるから今みたいに、はい、なんかこうやったりああやったりするけど、これを返しちゃうと今度はまた巻いちゃったりとか。返しちゃダメ。だ返すその手のローテーションとかは、はい、あんまり考えない方がいいですね。もうそれ自然になるというか、うん、そう体で作らないと、うん、だからこうじゃないんだよね。この時は帰ってこないとダメ。でそう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 、こうなってないとダメ。そう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 、こうそういう感じ。でもローテーション考えなくていいよ。だから 手はもうくっついたままこういって体が切れていくからヘッドだって遅れてくるし、そこで手が出ていかなければ戻ってきてインパクトになるから、そう。だから私は手絶対使わないけど、はい、人には特殊だよって言われる。なるほど。でも私は使ってるイメージは全くないの。あ、これはでも大事かもしれないですね、うん、こう戻んなくて返しちゃえっていうのはまた全然違う。返しちゃえをやると難しい。あー、なるほど。返しちゃえでもいいんだけど、はい、まあシンプルじゃないですよね。なるほど、うん。でまたこれを返したり使ったりすると、まあ、飛距離は出ますよ。あ、うん、手のローテーションだったりとか、はい、やっぱここが強いとやっぱりその入り方だって、うん、だからみんな溜めようとするけどミスするじゃん、はい、ああいうプロの人たちの真似して複雑なことをやろうやろうってするよりは、はい、私はシンプルにやった方がミスも少ないし、はい、まあ、ある程度の入り方さえ覚えれば、うん、そこそこの球は出ると、あの現代のクラブだったらね、はい。いやでも今回改めて本当このインパクトゾーンの話、うん、まあ、一つやっぱ勘違いしちゃいけないのはこの手でなぞってこうじゃないよっていうことだけ。手じゃないの、あのいろんなレッスンプロでやっぱ今こう手を使わせるような人たちもいるし、はい、じゃあその人の特性によって、うん、まあ、わざと手を使わせるようなスイングをさせることもあるんだけど、基本的にはアマチュアの人っていうのはやっぱり大きい筋肉を使って、まあ、アマチュアの人っていうか私もそうなんですけど、優勝争いとかしてプレッシャーがかかればかかるほど手とか小さい繊細なものを使おうとするんですよ。ってなると曲がる、やっぱり。やっぱりもう大きい筋肉、足とか体幹とかそういうのを使っていった方がもう逆に触れるようになるし、プレッシャー感じないんですよ、鈍感だから。大きい筋肉って、だ本来はもう手首とかはあんまり使わない方。そこ手は出ない、うん、そう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 、すごい抜けが気持ちいいです。すごいよ。うん、音が全然違いますね。違う違う違う、そう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 、衝撃っていう。でも僕ずっとこの話、僕も多分古賀プロと撮影して5年くらいなるんですけど、やっぱ今までなかなか聞けずにはいたんですけど、でも視聴者の皆さんも多分僕みたいに勘違いしてなんかできないな、やめちゃおうって人もいたら、この動画でぜひ。やっぱり体を使わなきゃいけないんですよ。手じゃないんですよ。いや手じゃないんだよね。あの手じゃない方が優しいだし、手じゃない方がインパクトゾーンも伸びるんですよ。これはなぜだかわかんないけど、だからなんかねパズルが組み合わさってないみたいな感じ。あのここの形もあっていいんですよ、はい、ただこうなってる時にはもう体も切れてないとダメだし、左足の前に来る時っていうのはもう戻ってなきゃいけない基本的には、はい、それがまだ左足の前に来てるのに手がまだ戻ってきてないとかね、はい、あとはもうやっぱほどくのが早すぎてもう戻りすぎちゃってるとかね、はい、そういうのはもう自分で練習して掴むしかないんだけれども、はい、そもそものイメージが違うたっていう話、はい、いやあの多分話を聞いてからやってみたら、はい、僕今までだったら本当トップとか出てたんですけど、はい、打てました。私スイング自体は変えてないですかね。変えてないです、本当に変えてないです。変えてないじゃないですか。何も言われてないです。そう、私はもう手を使うとか、ここをどうしろ、ここの形はこうしろっていうのはやっぱりあんまり言わなくて、はい、このスイングのまんま、はい、なんで球が変わったんでしょうね。いやでもインパクトも、いや本当にそうなるんですよ。イメージしか言われてないので、うん、はい、
イメージをね。イメージです。何なんでしょうね。変えてないからすぐできちゃったんです。変えてないからでは、だから変えるとできないの、はい、そうですね。多分グリップこうしてとか言われたら多分もう全然できないですね。できない、本当にできない。いやこれはちょっとなんか僕がありがたい回みたいになっちゃいましたけど、視聴者の皆さんに伝わるといいなって思いますけど、はい、でもそれでやっぱ前傾がもっと低くなる人っていうのはもうちょっと溜めれるしとかね、うんうん、まあ、それはもう個人差がもちろんあるから、うんうん、手元がちょっと浮いちゃう人っていうのも逆にいて、はい、そういう人っていうのはやっぱり、まあ、ちょっと当たりが薄めになったりとか、万人にはハマらないですよ。やっぱりその人によってどういうことを言っていくか、うんうん、だってもうみんな手の長さも違えば筋力も違ってスイングなんかも全然違うわけですから、うん、僕はドハマりドハマりしましたね、はい、よかったです。いやもう本当にありがとうございます、はい、ありがとうございました。ただもう一個、もう一個、もう一個、もう一個あるのでこの後、はい、お願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。